2度目の頂点を目指す赤のユニフォーム流通経済大柏対初の決勝進出を目指す前橋育英の準決勝。さあ早速ここで川端ウォッチです。15秒でお願いします。20秒ですね、お願いします。前橋育英の山田康介監督ですね。で、まあ、やっぱり過去これが5度目の決勝準決勝進出なんですけども、いずれも敗れていると。今年こそはという強い気持ちがあって、一方で俺は呪われているなんていうコメントをするちょっと弱気の部分もありました。15秒でも20秒でもできる川端さん、ありがとうございます。ありがとうございます。早速に戻りましょう。最初のチャンスは流通経済で柏、そして通るところ、ここはファウルがありました。ゴール前28番の渋谷が飛び込んでいきました。28番渋谷がゴール前でキーパーと接触、ファウルを取られチャンスを生かせません。一方の前橋育英は前半23分裏のスペース、ゴール前には9番の青柳、右足のシュートを打つ、どうだ、ポストは右でした。クロスを受けた9番青柳がシュートを放ちますが枠に行かず、両者決められない中、流通経済大柏は前半34分、左サイド2番の小川から28番の渋谷が手前にいましたが狙っていましたか。2番小川の速いクロスに合わせられず膠着状態が続きます。前半終了間際、流経大柏は絶好の位置でのフリーキックを獲得。流通経済大柏先制点のチャンス、準決勝第2試合、勝てば決勝。キッカーは2番の小川、狙ってきた、クロスバーの少し上、正確なキックです。2番小川のシュートはわずかにバーの上、結局スコアレスで前半を折り返します。まあ、あとは、お前たちが今まで積み重ねたものだよ。ほらここ簡単に見た、残りの45分間でみんなの代表だよ。何かあったら思い出せ、大変なことがあったらそれを今度はピッチ上で表現するだけなんだよ。今まで散々お前怒られて、それで今掴んだチャンスを掴んだ、お前たちは掴み取るのはでもお前たちだぞ。応援席に仲間いるから頑張って。よしこらしてよし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 。13番の吉永からクロスボール、10番の渡辺龍馬、その向こう側左足のシュート、これも決定的。前橋育英は10番渡辺龍馬が連続で決定的チャンスを作りますが、流経大柏のゴールキーパー瀬口のナイスセーブとクロスバーに阻まれ得点することができません。渡辺選手本当にボレーがうまいですよね。そうなんですか。こういうシーンよく見ますね。はい、さらに後半25分、鈴木徳馬から渡辺龍馬への絶妙なパスもディフェンスに阻まれ得点することができません。対する流経大柏は後半27分、フライのスペース、2番の小川シュート打つ、決めた。後半手元の時計27分、流通経済大学柏高校待望の先制点、決めたのは2番の小川、今大会2得点目、ついに試合が動きました。小川の技ありゴールで流経大柏が先制します。早く同点に追いつきたい前橋育英は後半37分、渡辺龍馬真正面、渡辺龍馬のフリーキックはゴールキーパーの正面をつきます。しかしドラマは後半45分に待っていました。クロスが入ってくる、9番の青柳、その向こう側吉、通れたところキャプテン鈴木徳馬、中段だった。前橋育英高校手元の時計、後半45分、同点に追いつきました。キャプテン鈴木徳馬のゴールで前橋育英が土壇場で試合を振り出しに戻し、勝負は PK 戦へもつれ込みます。決めた
あと、まあ、迷わずにベンチの仲間のもとに走ったそうですね。そうですね。素晴らしいゴールでした。両チーム1本ずつを決め、琉球大柏のキッカーは高澤、2人目。右方向を狙ってきました。顔を追いました。そして4人全員が決めた前橋育英の5人目のキッカーは坂本。坂本決めました。前橋育英が接戦をものにし、5度目の挑戦で初の決勝進出を決めました。